皆さんおはようございます。いいね。さあ、今日ですね、この中ほじり、中ほじり食べですよね。また長峰諏訪市、いやここは長中だ、長峰中やってきました。なんとあのですね、人気、有名、うちの母親オープンしてたんですね。チラシを見ました。これいい香り漂ってきました。ほんのりのいい香りと、ほんのり甘いうちの母親、素敵な優しい香りが、うちの母親も大注目。うちの母親冗談かよ。うちの母親偶然のブームですから、あったけなめんじゃないよ。うちの母親エアこの中ほじり、エア履いたってこの中ほじり、僕の母親も見てね。どうも藤森チャンネルです、よろしくお願いします。何ですか今日？今日ちょっと見てもらいたいものがあるんですけど。はい、そういうのいいね。え、初めてじゃない？なんか、あ、確かに見てもらいたいものがあるんですけどって、はい、そっち側からの提案でしょ？そうです。めちゃくちゃ嬉しいよ。何？あの明日の、はい、明日公開の動画の予定なんですよ。はいはいはい。ただちょっとこれオクラの匂いがしてては？やべえぞっていう。どういう意味合いでオクラなの？ちょ、まあ見てもいただければ分かるんですけど。いや、だいぶ失礼なって、その出てる人の本人の前に、はい、これなんですけど、これね、言ったやつね。何か分かります？分かるよ。長野の諏訪市のパン屋さんでしょ？あ、そうです、うん、あ、面白くないは失敗に言っちゃいないですね。これなんか面白くなかったんです。面白くないわ、もう本当に。信じ、初め耳疑ったよ今俺。で、諏訪にハレパンができたっていう感動で、もうそのままゲリラ的に言ったやつでしょ？行きました行きました、うん、で、慎吾さんがそのインタビューをしながら、はいはい、すっごいこれ珍しくめっちゃ真面目に撮ったやつ。いや、そうです、もう普通の食リポみたいな感じで、はいはい、これちょっと見ながら、チームこれ解散だな、もしかしたらチームいや、ちょっと見ていただければ、はい、分かるんで、ちょっとこれ見ていただいたら、はい、皆さんおはようございます。さあ、今日ですね、また長野県諏訪市、いやここは茅野市ですけれども、にやってきました。なんと、はい、あのですね、人気、有名パン屋さんのハレパンさんがめちゃめちゃいいじゃん。茅野市にオープンしてたんですね。ハレパンがすごい。一回止めていいですか？何でしょう、早いよ止める。もう寝起き感がもうすごいですよ。だからさ、これ本当に別に予定してなかったから、はい、寝て起きてすぐやってるじゃないですか。車で走ってたらあれっつってあそこにハレパンできてんぞってなって、はい、急遽だったから、はい、寝起き感はさ、しょうがないよ。そういうとこも込みだからね、YouTube でもうドキュメンタリーで俺の人生をそのままお届けしてるわけだから。なるほど、はい、ちょっとじゃあいらっしゃいますと、これ11月17日、うん、オープン最近ですね。最近なんですよこれ、ね、いつオープンしたとかそういうのも調べたら、あの長野県第1号店ということで、この大注目の今ね、これね、もう東京にいてももちろんこのハレパンさん知ってましたし、今生食パン空前のブームですから、早速今日やってきたわけなんですけれども、これどうなんでしょうね、今にぎわってんのかね。ぶっちゃけこう長野県で育ってるんで、この食パンにねちょっと高いお金をかけて BGM とかじゃないっていう、あんまりそういう習慣なかったんですよ。 BGM ガンガンに入れてさ、今でもあのうちの母親もパスコが大好きで、俺の顔に確かに正気がねえな。なんか実際ね、その辺のリアルな声、これ普通テレビ番組だったらね、パン屋さんの取材に来たら他のパン屋さんの話とかも絶対しないし、あの普段こんなの食べてるとかも絶対言わないですけど、別に今日ここあの別にこれ案件でやるとかそういうことでもなく、単純に諏訪に有名生食パン屋さんができたという。店入るまで長いな、こんな喋ってた俺。これでも結構カットはしてます。だいぶカットしてくれた、はい、およそなんか7分喋ってました 店前で、はい、全然俺ロケうまくねえじゃん散々俺ロケやってきてさ、寝起きなんで、寝起きなんで、ちょっと自負があったのよ、こういうもう行き当たりばったりのロケモンは得意だっていう、はい、そうですね、店前7分、全然ロケうまくないじゃん俺。いや俺自分で見てても今早く店入れよって思ったことなんで、ちょっと結構ガチンコの今日はいい加減にしろよお前なんでくしゃみしてんのロケ中ありえないよ、カメラマンさんがさ、はいは
エンジニアが喋ってる時にいきなりくしゃみする。やめろって意味のくしゃみだ。まずいよこれ。まずいです。いないよそんな人。カメラ回してて、がっつり声入るぐらいの距離でくしゃみする。こんな仕事言ってたもん。今日はちょっと、もう藤森のテレビでね培ったロケ力を駆使してですね、シンプルにこの新店のご紹介と、実際どうなの、この長野で生食パン流行ってますかっていう。俺ハレパンロケで行ったことあったのかな今まで。もう生食パンさんね結構もうやっちほど行ってるんで。全然入んねえな。だってこれおしゃれじゃない。俺2度目だけどマジで早く入れよ。もう逆にもう編集で早く入れてくれてもいいわ。もう本当ですか。申し訳ないわ。カットした方が良かったですか。いやカットでしょこれ、はい、店前何分喋ってるの。いや合計で7分喋ってました。素材7分、はい、これだいぶだいぶ刈り込んでくれた、はい、相当回しててうっとうしかったろ。いやくしゃみ出ちゃいました。ようやくハレパンの今よくハレパンさんこれお店今見えた。座り立ててくれましたよ。まあ知能ですけども中間ありました。こういうちょっと高いじゃないですか言ったら、あの食パンでねこれ一斤800円か。生食パンを食べてるかどうかってリなかなか僕もそんな経験したことなかったんで、座りにいるといいシーンですよね。だからふわふわしてるって言って、はいはいはい、買いに来てみました。あなるほど、ですね。こういうインタビューシーン長野の人もこれじわじわ生食パンに気づき出してるってことですね。交流をするってね。いやだからちょっと僕もね今から行ってみようと思って。早くありがとうございます。行ってみようじゃん。はい、ちょっとコロナなんでこのエア握手でいいですか。そうです、エアハイタッチですみません。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて。失礼します。あ、やっぱ初めていらっしゃったってことで、ちょっと行ってみましょうか。始まって何分経ったの。いや、バレてるよ、そう。お前アナドンじゃないよ、長野県民は。いいから入れよ、早く止まんないよ、店の前で。俺アンテナ高いんだから。あの時の長野県出身の俺が今、大沢ブランチのトレンド部長やってんだよ。そうだ、ようやく入りました、ね、お店に。こんにちは。始まって3分半でようやく店入りました。お願いいたします。なかなかないよ。すみません、ちょっとこのチラシを見てですね、今日やってきたんですけれども、オリエンタルラジオの藤森と申します。すみません、お隣の諏訪出身の藤森です。ごめんなさい、突然今日は押しかけちゃって本当に。はい、まずはねご挨拶して、ハレパンさんが11月にオープンしたんですね。知らなかったです。このエリアにこんなおしゃれなパンが食べられる場所ができてたなんて、ちょっと失礼ながら正直あんまり諏訪の人そんなに、はい、これ大丈夫か、これこれ大丈夫か、流してちょっと。だから見ていただきたかったんですよ。見ていいの、まだ続き。はい、ちょっと俺続き怖くて見れないんだけど。最後までぜひ。うん、遠くの方に買いに来てたっていうお客さんも結構いたみたいで、せっかくの店員さんの顔がさ、このシールドで全く見えないんだよね、この反射で。可愛い2人組だったのよ、これ。めっちゃ可愛かったです。地元の子でさ、はい、高校とかもなんか近かったのかな、はい、全然見えてないもんね、はい、諏訪美人ね。いやもう嬉しくて、もうね、地元に生食パンで、まあ言ったらちょっと高級じゃないですか、生食パンって。これも1本800円ですか。はい、800円のプラスで。そういう風にね、地元の方々がマインドチェンジをしてくれてるって嬉しいですよ。パン食えよ早く。パンも出てこないですまだ全然。なんで早くこのパンに繋がない、これ、はい、これ編集の問題ですか。え、どこでパン登場します。いや、とにかくもうすぐパン入れないと、これ何の動画ってなっちゃうから。あ、じゃあもうすぐにパンのインサートが欲しかった感じですね。インサートっていうか、まあでもそこまでいくとね、もうほとんど尺がなくなっちゃうわけでしょ、はい、もう俺が悪いのか。来てる編集でじゃあパン足しておきますね。よかったよ、ようやく地元がバレ始めて。あ、ようやく試食来た。あれに来る量です、ね、そうよ。一回黒に入りました。編集です。ちょっとちょっとめちゃめちゃ大人気じゃないですか。そうそう、結構ね、結構すごい。ロケ中もたくさんお客さん来てたしますね。そうです、意外とロケ時間なかったですね。いや、なんか、お客様嬉しい。そうそう、この活気づいてる感じが嬉しい。流行って今コロナの影響もあったりとかして大変だと思うんですよ。
実際影響あったりします？結構客足は。うんうん、そうか。でも来てね、こうやってすぐに買えるから、そういう意味ではちょっと今手消毒したんでガチ食レポすごいよこれ。あ、ちょっとまだあったかい。活気づいてて嬉しいっつってるけど、動画が全然活気づいてないね。お客さんいない時に撮ってますから。これ大丈夫？お客さんがいなくなってから撮り始めてる。違う違う、その動画というかもうその、はい、動画から感じるパワーが全くないのよ。覇気ないですよね。お店は何の罪もないの、もちろん。そうです、勝手にこっちが取材させてくれっつって、はい、俺なのかなこれ。大変だと思うんですよ。壊滅的な再生数な。実際影響あったりします？結構客足は。うんうん、そうか。でも来てね、こうやってすぐに買えるから、そういう意味ではちょっと今手消毒したんで、いよいよ行きますね。ガチ食レポ、はい、7分すごいよこれ。あ、ちょっとようやく食べますわ。すっごいあったかい。パンの焼きたてだもん。だって1日にちなみにこれ何本目ですか？めちゃめちゃになりました。あ、そう、はい、この動画唯一の見どころといいますか、唯一ってバレまくってるよもう。パンの見せ方、地元の人にこれね、見せ方なんかってどんな食パンって言ったらもうね、こうなのよ。ここら辺から出しちゃう。やっぱすごいずっしり。あ、いいね、いいね。くよ、さすがにこのパンの紹介の時はやっぱ妥協しないから、はい、重みとか言うって。あー、いいね、いいね、断面見せて。いや、それめっちゃいいシーンですよここ。すごい、もうね、こう今割っただけでいい香り漂ってきましたわ。割っただけでいい香り漂ってきました、ね、小麦のいい香り、ほんのり甘 い素敵な優しい香りが。ちょっといただきます。ようやくグルメリポートっぽくなってきたよ、ブランチっぽいっす。うん、やっぱ出てるよ今、これブランチで培ってきた、はい、この中ほじり、あー、ほじくってね、中ほじり食べですよ、ね、食べたくなるこの食べ方。そしてね、ふわふわだけどちょっとしっとり感もある。食べて、大事よ。うんふん、めちゃくちゃ美味しい。美味しい、出ました。いやー、めっちゃいいっすよこのシーン。いや、すごい美味しいわ。生食パン俺しっかりお店に来てこうやって食べたの初かな。ロケとかで行ったことあったかもしれないけど、耳もね、気持ちいい。美味しい。なんだろう、この本当に軽いしふわふわの食感だけど、あのしっとり感とね、結構食べてるとどん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 こう甘みが。あー、いいね、耳もいって、いける、ペロリいける、これ。うん、耳も美味しい。いや、悪くないですよ別に、はいはい、これはもう本当に生で食べるべき。なんか不満がある。この辺はやっぱすごい、トーストとかも美味しいけど、ここまで行くのにもう7分。そこはまずいよね、こっから、はい、多分誰もパンに行き着かないよ。初めてじゃない、こんなしっかり動画を再生して、うん、離脱して、まあ、離脱してんぞ、あのオープニングの長さで。だからワンチャン編集でどうするか悩みなんですけど、本当に、まあ、例えばさっきのパンのいいシーンを、はい、随所に挟んでいく。いや、もうアバンで入れないと。やっぱそれどんどん、うんうん、ちょっとそれやってみます。最初にパン食べてるよっていう動画だよっていうのは、やっぱテレビとかもそうじゃん。あ、ツノコ、はいはい、うわーとかって、こんなカニがさ、いきなりオープンに出てきて、実にもう超近いじゃん。いやーって、姉ちゃん言ってたから実業、出てきて、はい、さあ中学したアバン。なるほど、なるほど。長中だ、長峰中。俺野球の試合でよく行ったもん。中学の話しちゃってるわ。なんか嬉しい。すごいローカルワードでやっちゃってる、はい、もうここもスワ中。いや、じゃあスワなんだ。え、この使用ゾーンに入っちゃったんですよ。もう、え、諏訪中ってことは高島さんじゃない？城南、城南か、もろ地元だ。何も分かんない、何も分かんないです。ありがとう。諏訪の人が見てて面白いかもしれないです。ごめんなさいね、今日突然。諏訪の人を見てても面白くないよ、これ。城南かよ。近いや、二人とも。何言ってんだ、うまい、うん、止まんないよ、これ。ちょっとこれからも、じゃあ終わった。本当に、はい、いろいろ大変だと思いますけども、オープニング7分で食べてるシーン頑張りますんで、皆さんも頑張ってください。うん、はい、地元斬新な食レポだねこれ。地元で楽しいことできるように頑張りますんで、はい、本当に美味しかったですけど、もうこれどうしていいのかなと思って、素材を。でもこれ明日オンエアのやつなんで、はい、これなんとかしなきゃいけないので。ありがとうございました。これ帰りの車でね、ゆっくり食べさせてもらいますね。うん、
これから、はい、ここから編集どういじるか、いやこれほどこしようないぐらいのお事故になってない。本当に2人ありがとうございました。突然仕掛けて、まあでもやっぱパン食べてほしいの最初に入れるだろう、はい、うん、でもほぼ落ちになっちゃいますけど、諏訪の知能の、いや落ちというか、どんなチャンネルなのって、どんな動画なのって、これがね中身が、ありがとうございました。まあね、だらだら7分外に喋って見てらんないもんね、あれ。ね、わけわかんない、地元でこんなおしゃれなお店ができてて嬉しいです。むしろね、ギャブーンみたいな。なるほど。間違いなく生食パン入れて、なんだこの動画。バレ始めて思わせないと。結局何にもないから、この動画。バレまくってました。これもうバレてるって言ってるんですけど、オープニングでバレてるバレてないって振りもなかったんですよ。もう最悪じゃったんじゃないでしょうか。あの恒例のシリーズも忘れてるでしょ。忘れてます。買えないよ、今これ。争奪戦で。都内まずいな。都内でもだって並んでるでしょ。パンは美味しいんですけどね。パンは美味しいよ、はい、うるさいよ。800円、はい、いや今回はもうこの地元の人とも触れ合えたし、頑張ってる姿も見せてもらえたんで、赤出てないっす。お、赤出てないっていう落ち、もう気持ちの上で大黒字。その振りがないんで、これ急に赤出てない。ちょっと振りないから、地元に素敵な店ができてた、しかも地元が近い。だって並んで見たのつもりで撮ってないから。頑張っている長野県人が生食パンに気づき始めてる。メンバーシップじゃないこれ。黒です。いつもね、え、これメンバーシップ感出てますね。初めての黒出ました。これメンバーシップ言うのじゃない？長野、おい、でもこれ明日オンエアなんで。いや明日オンエアまずくないこれ、うん、パンは美味しいけど、これで終わりですね。終わっちゃったよ、はい、だからこれどうしていいのかなと思いまして。怖いよこれ。怖いんですよ、うん、こうギュッとしたら正直もうパン食べてるだけの2分間だけで終わるんですよこの動画。まあそうだね、はい、これ下手したらトマトマトゲームよりやばいぞ。やばいんですよ。ちょっと始まって、え、何、いやだって他にあるでしょ動画。いやちょっと、まあだけどこれは撮影一応許可もらってロケさせてもらったから、はい、まあ放送しないとね。そうそう、明日の放送っていうのも決まっちゃってるんで、晴れパンさんにね、はい、まあ、とりあえず編集で何とかしなきゃいけないじゃないですか、はい、ちょっと編集でグワーってちょっとやりますけど、うん、まあ、今1個出た編集のアドバイスとして今いただいたのは、もう随所に入れていく、ところどころにもやっぱパンの動画だよっていうの分かるように編集で入れていく、バンバン見どころ入れちゃって、はい、やっぱここにパンを出す、あと効果音、効果音をどんどん入れちゃう。もうパンが出たところにパーンみたいな、はい、まさにパンにパーンって入れる、うん、とか、はい、ジョイーンとか分かんない、はい、頼むよ、はい、そのバージョンがおそらくオンエアされますし、俺はそれを、はい、もう公開されるまで分かんないってことでしょ。そうですね、怖すぎないですか。公開してあのコメント欄でなんとなくの雰囲気を感じます。初めて炎上するかもしれないねこれ、はい、晴れパンさんには本当に申し訳ない。もう晴れパンさんは全く罪がない、はい、そうなんですよね。編集で、編集でなのかしら、なんとか助けてくれ、すまん。そうですね、なんかパンより動画の方がふんわりしちゃってるんですよ。うるせえな、ムカつくな、さっきからなんかちょいちょい。パンは美味しいですけど、ね、最近なんかちょっと人動画に2、3ワードねじ込もうみたいな目標立てて、声で、まあいいことだけどね、そういう試みも助かってるよ。ということで、じゃあ大丈夫ですか。はい、じゃあ動画をどうぞの振りだけもらっていいですか。はい、ということで、当チャンネルスタッフが全勢力をかけてですね、編集したものがこちらの動画です。どうぞ。皆さんおはようございます。いいね。さあ、今日はですね、この中ほじり食べですよね。また長野県諏訪市、いやここは長中だ、長峰中やってきました。なんとあのですね、人気、有名、うちの母親オープンしてたんですね。チラシを見ました。これいい香り漂ってきました。ほんのりのいい香りと、ほんのり甘いうちの母親、素敵な優しい香りが、うちの母親も大注目、うちの母親冗談かよ、うちの母親偶然のブームですから。あったけなめんじゃないよ、うちの母親エアこの中ほじり、エア履いてあってこの中ほじり、僕の母親も見たんだよ。ようこそフィレッジへ。